はい、皆様こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今はまだ8月なんですけどね。まあ少し気が早いんですけど、かぼちゃのランタンをね、今回は作ってみたいと思います。用意する紙はですね、この、いつも使ってる5センチと10センチの紙と、あと、この2.75センチかける7センチのちょっとちっちゃめの紙。あとですね、これなんですけども。これ切ったやつなんですけどね。ちょっと、ペラペラの光が透けるようなやつ。一応入れ物だけ作って、中に、明かりを入れて、それと目と口だけちょっと光らせるような感じで作っていきたいと思いますんで、この光取り紙っつうのがちょっと重要なんですけど、少し高めの紙ですね。じゃあちょっとやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。そこをね、作っていきます。まず、これを5枚取って、ボンドを入れて、で、こんな感じで、はい。で、これを輪っかにします。はい、できました。で、これのね、間にですね、またこの紙を入れていって、底部分を作ります。間にこう挟みながらなんですけども。でね、ここまで来ると、ちょっと入るのかな、これってなるじゃないですか。だからこう少し押してこのようにして、こうするとはまりますんで、少し底をねじるような感じでやってほしいんですよね。そうするとやりやすいんで。はい。はい。これでね、1段目と2段目が終わりになります。で、その次にね、ちっちゃい紙をね、入れてってほしいんですよ。この紙、ちっちゃいやつ。これをね、1個飛ばしで入れていきます。で、それ以外のところは普通にこれを入れる。必ずね、ボンドを入れながらやっていってください。そうしないとね、滑っちゃうんでね。でね、これ後で説明するんですけど、後でね、全部ボンド入れるような形でやっちゃうと、透かし紙のところがね、うまく透けないんですよ。ボンドがちょっと邪魔になっちゃって。だからちょっと、透かし紙のところだけは先にボンドを入れてやっていかないといけないんで。だからちょっと普段やってんのと少し違う感じになるんですよね。ただかぼちゃが作りたいんだって、ライトなんか入れないんだって言うんだったら別にいいんですけど、あくまでも透かし紙使う限りはですね。はい、3段目終わりました。で、次はですね、今度
増やし目を入れながらやっていくんですけど、ちょっとまたややこしくなりますんで。でね、なんでちっちゃいの入れるのかっていうとですね、かぼちゃってへこみがあるじゃないですか。で、それをちょっと表現するような感じで、これないと、まあ、色的にまあかぼちゃなのかなっていうのはわかるんですけど、まああんまりかぼちゃに見えないよねっていう。で、へこみなんで連続してつけなきゃいけないから、重ね合わせるとね、やっぱり21211ってことになるんで、ちょっと説明下手くそで申し訳ないんですけど、こういう感じになります。まあ一応設計図もありますんで、まあもし作ってみたいなっていう方はですね、それを見ながらやっていただけるといいんじゃないかなと思います。大きさがですね、ちょこちょこ変わるんで、ちょっとこの辺間違いやすいんで、やる方は気をつけてやってください。まあね、枚数間違ってね、統一感がなくても、まあ別にかぼちゃなんだからいいじゃんっていう感じなんですけど、まあ一応、まあ丸い方がいいかなとは思いますんで。一応です。はい、4段目が終わりです。で、次5段目になるんですけどね。はい、5段目いきます。じゃあ今度ね、212121で入れてきますんで、もうちょっとちょこちょこ指入れ替えるのもめんどくさいんで、一気にちっちゃいやつはやっちゃいます。で、そうすると、あとね、大きいやつ入れればいいだけなんで、楽ですよね。はい、これで5段目が終わりました。で、6段目なんですけど、6段目はまたボンドを入れながら、増やし目をしなきゃいけないんで、ちょっとまたややこしくなってきますね。はい、じゃあ6段目です。ここのね、間に必ず先ボンド入れちゃってから入れた方が早いよな、多分。ハサミというか、増やし目のこの挟み込むやつは、全部大きい紙で挟み込んでいってます、これは。で、こうするとちょっと楽っちゃ楽なんですけども、ボンドの種類でもこれよりまして、あんま水っぽいやつだと流れちゃってできないんですよ。ちょっとこのボンド古いやつなんで、
結構簡単にできるんですけど、間に間違いなく入れていきます。一応1個ずつね、順番に入れていかないと必ずミスっちゃうんで、それは気をつけてください。全部入りましたね。じゃあ、次また入れていきます。で、じゃあ、あと外側入れます。まあ、普段は私ボンドを入れながらはまずやんないんですけども、かぼちゃとかだと、まあ形もちょっと想像つきやすいというか、そんなにこう難しい形のものではないので、まあボンドを入れながらでもできないこともないです。まあ後で入れてもいいんですけど、どうしても透かし紙、さっきも言ったんですけど、透かし紙のところだけがね、どうしても後でボンドを入れて、それも入れすぎてしまうとうまく透けなくなっちゃうんですよ。あ、結構それも良くないんで。はい、じゃあ次の段からね、透かし紙に入りますね。はい、じゃあここでようやく透かし紙を使っていきます。透かし紙なんですけど、まあ設計図にも一応書きますけど、下の口の部分は全部ちっちゃい紙でやります。そうした方が透けやすいみたいなんで、一応ですね、最初6個入れますんで、先にこうやってボンドは少なめの方が良いようです。で、折ったやつですね。あ、これ折るときね、一枚一枚折ってたらですね、
つるつる滑って大変なんですよ。だから10枚ぐらいまとめて折って、まあ10枚って7、8枚とかで、後でほぐした方がいいですよ。ちょっと説明下手なんですけど、ちょっとね、普通に折ると大変なんですよ、これ。薄いんで、だからまとめて折るですよ。まとめて折って後でほぐす、その方が楽です、はっきり言って。一枚一枚折ってたら多分イライラしますね。まあこの辺でボンド入れながらやってる場合なんですけども、別にお皿作りたいわけじゃないんで、なんとなくこの辺でもちょっと内側の方にこう丸くなるような感じで入れてください。で、じゃあちょっと他のところ入れちゃおうかな。で、他のところ入れるんですけど、同じ動きなんで、一回ちょっと早送りしますね。はい、じゃあまた温度を入れながら。まあボンドは入れすぎないように。まあこのぐらいの量だったら多分大丈夫じゃないかな。そして1枚多かった。ちょっと多かったですね。すみません。で、ボンドでも入れながらやるっていうのはちょっと大変なんですよ。だから難しいんで、ちょっと嫌だなっていう人は後でボンド入れるってもいいんですけど、ちょっとその場合はですね、少なめにここの部分だけは入れるようにすれば多分大丈夫なんじゃないかなと思うんですけども。はい。はい、じゃあまた回り方。
またボンドを入れます。123ここか。ところどころボンド入れてないんですけど、後でちょっと形を整えるんで、オレンジのところはわざと入れてないところが結構あるんですよ。全部入れちゃうとやっぱりね、後で形って整えられないんで、まあ必要なところだけ入れて後で入れるっていうね。まあとにかくここの、すっかなんつうの、口のところだけボンド確実に入れてくれればね、いいだけなんで。なもんか。じゃあまた囲みますんで。はい、じゃあこれでね、口のところは終わりです。あとここ3つと、ここに少し入れて。で、あと、ここから先はですね、またオレンジで少し埋めますんで、一回飛ばさせてもらいますね。はい、じゃあですね、大体ですね、口のところまで終わりましたんで、次目をやっていきたいと思います。やっぱりボンドを入れて、まあここまではね、ボンド入れてないんですけど、なんかまあ飛ばしちゃいましたけどね。まあボンド入れな、完全にボンド入れながらですよね。後で調整も効かないんで、必要ないところはボンド入れてないです。まあ必要ないっつっても後で入れるんですけど。だからまあ、で目なんですけど、上の方なんで口の方に比べてちょっと光りやすくはなってますんで、大きいのも使います。なんでまあちょっとかぼちゃの形に合わせてですね、へこますところはへこませてやるような感じになります。まあ好みなんですけど、
で、ちょっとあれなんですけども、後でボンドを入れる関係もあるんですけど、とりあえず目だけ先にやっちゃいます。で、あとはですね、目だけやっちゃえばですね、あとはオレンジ入れるだけなんで、また飛ばしちゃうんですけども。まあ、あんまり入れてないんですけど、これぐらいで十分ですんで。紙自体がものすごく薄いやつなんで、これぐらいで、まあ、固まることは固まりますね。はい、じゃあ、あとこっちもね、目つけます。はい、これで目だけなんですけど、まあなんとなくこれでかぼちゃっぽくはなってきたのかなって感じです。で、あとはですね、オレンジで埋めていくだけなんです。だけなので、またちょっと早送りしたいと思います。
最後ね、ちょっと、形をこう、いろいろやって整えて、いろいろっていうか、こう、床に押さえて、外にクックックってやるだけなんですけど、これで完成になります。大体出来上がった時に形整えたいなって時は、こう、お尻を持って、こう、クイックイックイってやると、大体広がってきますんで、これで、完成になります。あとはボンドを入れるだけなんですけど、口のあたりと目のところはもうつけてますんで、あと残りの部分入れるような感じになりますね。もし作ってくれる方いてもですね、ここにはもう入れないように、ここにはもう最小限の量にしてください。一応ですね、ボンドを入れ終わって、今ね、ライトを中に入れたところです。大体こんな感じになります。で、ライトなんですけど、ちょっと LED のね、明るめのやつを使っております。3って書いてあったかな。100円で売ってるようなやつです。で、一応前にはちょっと、上の方にもう一つちょっとちっちゃめのやつを置いたんですけども、こんな感じで、近くから見るとこんなんですね。じゃあこれで完成です。デザインをね、変えるとね、少し変わってくると思いますんで、いろいろ試してみてください。じゃあご視聴ありがとうございました。